はい、私がね、この15年間ぐらいずっと学校で言われ続けてきた絵の上達法一つっていうのは離れて見ること、以上です。私は小学校4年生から大学の1回生ぐらいまでずっと画塾に行ってたんですけど、学校でも画塾でも絶対に離れて絵を見なさいっていうことをひたすらに言われてました。人って結構近くでこういう風に見て描いちゃうんですよね。で、遠くで離れてみた時に、あ、ここバランス違うなっていう自分の歪みとかに自分自身で気づくことができるんですよ。なんで上達法っていうのは離れて見ること、マジでこれにつきます。でね、他にも上達法とか私が今まで習ってきたことすべてを公開してる動画があるので、もっと上手くなりたいっていう人は概要欄も見てみてください。一緒に画力上げるために頑張りましょう。